オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成10年式アルトワークス鈴木スポーツリミテッド、走行12万キロです。はい、まずは、外装からのご説明です。まずですね、そうですね、各部の細かい状態からいきましょうかね。あと、その前にこれホイールは車外ですね。で、足回り、変わっております。で、スプリングダウンが入ってますので、車高は多少落ちてますね。はい、で、各部の状態ですね。ちょっとこういったところに細かい傷とかは、ございますが、そんなに目立つものではないですね。で、ボンネットも飛び石傷がそんなにないですね。この辺りにちょこっとあったりとかですね、まあ目立つ大きな傷はないです。で、右側面ですね、へこみはここか、これか、薄いエクボへこみがここにありますね。もう画面ではちょっと映しにくいぐらいなレベルです。で、リアですね。いや、スポイラーここに少しちょっと点々と何かありますね。で、ちょんちょんと飛び石傷ですね。ここに擦り傷、タッチペン跡ですね。で、左側面、この辺りはですね、ちょっとアルトワークが大体になってるんですが、ちょっと波打ったような感じになってますね。あと天井は綺麗ですね。これ特に目立ったような、大きなへこみとかないですね。はい、以上、外装のご説明でした。はい、続きまして、内装のご説明です。ハンドルシフトノブとかも、ノーマルですね。で、状態ですね、これかなり状態ですね。ちょっとここら辺が擦れるのと少しひびが入ってますが、すごくパッと見は綺麗ですね。で、センターのこれは鈴木スポーツ専用のものですね。で、ダッシュボード特に加工などはないですね。状態もいいです。で、シート、これかなり状態いいです。多少のへたりはありますがですね、破れとかはなくですね。あと、この表面のこの質感もこことかがこうよく擦れたりとかしてるんですが、それも特にないですね。もう張りもバッチリあります。状態いいですね。で、特に色あせ感もそんなにないですね。で、もちろんこれは鈴木スポーツリミテッド専用のものになりますね。で、リアシートご覧の通り、そして天張りもですね、状態いいです。傷とか破れとかそういったのは特に見受けられませんね。はい、以上、内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まず車外品はですね、もうどんどん構えてるこのインタークーラーですね。結構分厚いやつですね。で、ブローフバルブ、これこちらにカバー取り外しのカバーついてますので、こんな感じですね。車検対応と書いてますね。で、プラグコードですね。あと、ちょっともう上からもノーマルとあまり見た目は変わらないんですが、ショック変わってますね。で、もちろんスプリングも変わってますが、それのトップですね。で、状態ものすごくいいですね。目立つようなサビなどはほとんどございません。で、各ホース類とかもですね、状態もいいです。で、オイル漏れ等も特に目立ったのはございません。はい、以上、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずこちらの車両ですね、足回り、買えば、ニュー SR ですね、文字はこっちの方が見えるかな、ニュー SR スペシャルに変わっておりますね。で、スプリングもダウンサスが入ってますんで、ちょっと車高は落ちてます。
で、足各部の状態ですね、特に問題ないですね。で、目立つオイルにじみ漏れ等も特にございません。で、フロアもですね、ちょっとサビがほんと少ないんで、だーっと流すようにちょっと映します。で、リアですね、リアもフロント同様同じサスペンションですね。で、リアのフロアですね、こちらも本当綺麗ですね。目立つような表面サビもほとんどないですね。まあ、これだけうっすらはありますけどね、綺麗な状態です。あとマフラーが変わってますね。これスズキスポーツのやつですかね。はい、あ、そうですね、ここですね。はい、以上下回りのご説明でした。